あやぷです。今日はもうだいぶ発売から時間は経ってしまったんですが、レーザーのバイパーアルティメイト、あれですね、あの 74g で話題になった超絶軽いワイヤレスマウス、今日はこれを、開封&レビューと、今撮ってるこの映像を撮ってるカメラ、これが、まあこれもまあ発売からもう2週間以上経っちゃったのかな、の GoPro の Hero 8、新しいやつね、それも買ったんで、今回は新しいもの&新しいものでレビューやっていきたいと思います。それでは、はい、まあとりあえず開けていきますか。でもうこれね、一回開けちゃったんですよね。ちょっとなんかいろいろあったんだよね。まあそれはいいとして、とりあえず中にあるもの全部出していきます。マウス本体と、充電するためのドックかな、これにこれ乗せてカチャってやる充電するためのやつと、中には、説明書とレーザーシール、レーザーシールなんか新しく変わってる、なんだなんかレーザーのクローマのやつとこのロゴのやつも全部シールになって、こんなのやったんだ、知らんかった。あと説明書もいつものやつと、充電するドック、これをつなぐためのケーブル以上で、物を説明していくと、これをこれですね、充電ドックの後ろに、こっちが上か、こうやって挿してでいいんだよね。なんか不安になる。皆さんはちゃんと説明書を読んでください。で、マウスの背面裏側にここに、あのなんだっけ、名前忘れちゃった、まあ、USB のこういうねやつが入ってるんで、これで出して蓋をちゃんと閉めて、で充電のドックの上に刺します。じゃりん、こんな感じで刺したら、こっちの反対側をパソコンに刺して、で本体をここにカチャってつけて、こうやって置いとくと充電できるっていう、そういう感じ。よし、繋いだ。そしたらちょっと見えづらいかな、なんか LED がね綺麗に光った。で背面にあるここのなんだスイッチを赤から緑に変えると、これで準備 OK。 お、動いた。まあ設定っていうか準備はこんな感じかな。おい、これも光るんだ。でここにこうやってすると充電できます。ものはこんな感じです。でまあ持った感じ本当に軽いっすね。70、あのちゃんなんだ、無線じゃない有線のバイパーも触ったことあるし使ったこともあるけど、あれが 69g だったかな。でこれが74、たった 5g しか変わらずにワイヤレス化、すごいっすね。 74g で、今回これが 74g なんですけど、 74g で何があるかを調べたら、あのちょっと大きめのベビースターラーメンと一緒っていう、あとポカリスエットの粉のやつの、まあそれは分かりづらいからいいや、なんかベビースターラーメンって聞いてもそんなに軽いんだみたいなね、すごいし本当に軽い。でまあ持ちやすさは、俺最近よく使ってるのがこの映ってるかな、バシリスクのホワイト、マーキュリーホワイトなんですけど、まあ、これに比べると高さがかなり低い、あの
薄っぺらい、薄っぺらいって言ったらなんか変だな、薄い、高さが低い、低いか、低くて長さはそんなに変わらないのかな、まあ一緒ぐらい、ちょっと、まあ、バシリスクはちょっと大きいぐらいだから、うん、そんな感じで、サイドボタンが1、2の反対側に3、4で、上のここにはボタンないっすね。地形だと上にここにあるんだけど、ここにはない。だから左クリック、右クリック、マウスホイール、マウスホイールのクリック、あとサイドボタンが1、2、3、4で、DPI の変更ボタンは裏側にありますね。ここに1個。そんな感じかな。はい。本体はこんな感じ。じゃあ、あとはいつも通り、公式のホームページを見て、実際にどういう製品なのか見ていきましょう。はい。じゃあ、レーザーのホームページ見て、今回のバイパー、アルティメットでいいんだっけ？なんか、英語弱すぎて。読み方に不安を感じるがいいとしよう。今回の、バイパーのまあ無線版ですね。有線が 69g でちょっと有名になって、で今回のそれの無線版っていう話でして、で今回いろいろ搭載されてて、まずレーザーのハイパースピードワイヤレス技術、他のワイヤレス技術に比べ 25% も速度向上を実現し、高速通信、低レイテンシーのクリック、ノイズやデータが過剰な環境でのシームレスな周波数の切り替えによりワイヤレスマウスを使用している感覚すらなくなることでしょう。ほえはい。で、そのレーザーのハイパースピードが何なのかって言ったら、まあ、他のワイヤレスゲーミングのデバイスの技術よりも 25% 早くデータ送信が、そのマウスとパソコンの間でのデータ送信が早くなるっていうやつ。まあ遅延が、まあ、ワイヤレスマウスってよく遅延を気にする人が多いと思うけど、まあもう今時のゲーミングのワイヤレスマウスなんてほぼ、まあ遅延がないって言ったらおかしいんだろうけど、もうほぼほぼ遅延を感じないところまで来てるけど、まあさらにその遅延の、なんだ？遅延が遅くなったじゃない、遅延を低減したっていう話ですね。うん。で、それをやることに、その技術を使うことによって、マウスの消費電力も少なくなったということで、すごいね。っていう話らしいです。あとは、スマートトラッキング、非対称カットオフ、モーションシンク。まあそういういろいろ機能があって、感度がなんと2万 dpi、今まで1万 6000dpi とかっていうのが最大だったけど、今回2万まで来ましたね。2万 dpi でプレイしてる動画をちょっと見てみたいけどさ。まあそれはいい。で、スイッチがレーザーのオプティカルマウススイッチ。赤外線を使用してクリックを登録するこのワイヤレスマウスのスイッチは、業界有数の 0.2mm。まあこれも、このスイッチにすることによってまた応答時間とかそういうのが短くなって反応は良くなったよみたいな、そういう話ですね。で、今回何よりも、まあ、売りになっているのが 74g。 これは多分世界最軽量なのかな、市場で最も軽量なワイヤレスゲーミングマウスってことで、まあ今回はめちゃめちゃ軽いっていうのがとにかく売りですね。はい。で、あと、ワイヤレスマウスでよく、なんだ、心配されがちなのが、バッテリーの持ち時間。まあ、書いてある通り、70時間、バッテリーが持続して、まあ、70時間だから書いてある通りやけども、1週間に1回の充電で1日10時間、もうプロゲーマーでも余裕のよっちゃんみたいな、そんな感じでね。まあ、全然、充電を忘れるぐらいに充電は、持つみたいですね。で、俺が使ってた、今まで使ってたあのレーザーのマンバワイヤレス、あれとかは50時間だったけど、バッテリーの持続時間が。けど、今回のが70時間。まあ、さらにっていうか、まあ、さらに20時間も増えたって。また充電するの忘れちゃう。余裕で1週間以上持ちそうですね。普通のプレイヤーだったら。うん。そんな感じ。で、あと、レーザーのマウスドック。
まあ、これに置いておくだけで、そう、結局この70時間のバッテリー持続ってもいいけど、1日の練習終わって、終わった後にわざわざ線につながなくても、このドックの上にカチャって乗せておくだけでまた充電がされるから、実質もう、ね、充電を忘れることもないのか。これいいね。このドック素晴らしいですね。ほえそんな感じです。はい。はい。っていうことで、今日紹介したのがレーザーのバイパーアルティメット。まあ、発売は結構前にもうされ、10月31とかそのぐらいだったよね、確か。ちょっと忘れちゃったけど、もうすでに発売はされているので、もし、ワイヤレスのマウスに興味ある方は、ぜひ、今時のワイヤレスマウスはもう遅延なんて感じることもなく、充電の持ちも70時間でもう充電することさえも忘れてしまう。しかも、充電ドックがついてるから、本当に充電なんかほぼ必要ないみたいな。そんな感じで。で、マウス本体も、両利き用デザイン。右利き用とかじゃなくて、左右対称の両利き用で、どっちサイドにも、サイドボタンがついてて、すごく、非常に使いやすいマウスですね。まあ実際にもう、前使っちゃったんで、まあその辺はいいとして。で、あとまあ、手の大きさによって、まあ、良し悪しがあると思うけど、このマウスは比較的ちっちゃい人も大きい人も使いやすいんじゃないかな。まあ、俺は被せ持ちだからちょっと、もうちょっと高さあったらいいなぐらい思うけど、全然使うには問題ない大きさ、形してます。そんな感じですね。あとまあ、レーザーのシナプスの設定もちょっとかじっとくか。まあ、レーザーシナプス、この、3って調べると出てくるんで。っていうか多分、確かこれは、マウスのこの充電ドックを、パソコンに挿したら、確か、ダウンロード、このソフトをダウンロードするかどうかが聞かれるはず。確か、デフォルトで。なんで、まだ知ってないって人はダウンロードしてください。で、ダウンロードしたら、このセッティングができるので、まあ、ここから、そのサイドボタンを何に割り振るかとか、あとパフォーマンスで DPI の設定をしたりとか、あと縦横の DPI も変えれるし、ステージの設定もできるんで。はい。あとライティング、まあ LED のライトの効果だったりとか、マウスとマウスパッドの距離とか、なんかまあ、そういうスマートトラッキングっていうやつとか、まあいろいろね、設定ができるんで、ぜひダウンロードしてやってみてください。まあ、あんまり深くは触れないっす。よし、じゃあ、俺の動画では簡単ですが、ご紹介はこんな感じで。まあ、俺が今後これを使っていくかって言ったら、まあ、ちょっと途中でも触れたけど、レーザーのまた、バシリスクのアルティメット、まあ、バシリスクっていうマウスの無線版がまた新しく、まだ発売はされてないけど、また出るって話を最近発表されてたのを見たので、俺はそっちを使うかなって感じですね。はい。じゃあ今日の動画はこんな感じで。もし買ってみたいって思った方はよかったら概要欄下の方にリンク貼っておくのでよろしくお願いします。それでは。